神戸国際大学、日本聖光会系のキリスト教主義学校、ミッションスクールである。1968年、神戸市ルミ区に、八代武士女子府が、学校法人八代学院創立、八代学院高等学校、現在の神戸国際大学附属高校を開校、八代武士女子府の意思を継ぎ、設立された。2018年で50周年を迎えた。 成功会キリスト教の精神に基づき、全人格的人間形成を目指し、経済学とリハビリテーション学の理論並びに実践について研究教授することを目的とする。西日本で観光学に特化した学科を最初創設。早い時期から国際交流に力を入れ、現在ではグローバルキャンパスをスローガンに力を入れ、海外の大学30校以上の協定を結んでいる。 また、語学力問わずの初心者向けや海外インターンシップなど、幅広いニーズに対応できるプログラムを用意している。神戸国際大学の創始者である、八代武史女子府の言葉、神を恐れ、人を恐れず、人に使いよ。トゥアード A グローバルキャンパス。神戸にあるキャンパスだけでなく、世界中に広がる協定大学のキャンパスで異文化に触れながら学ぶことを推奨。 八代武タケシ・ジは、キリスト社として十七歳の若さで伝道、聖職者の道へと入り、以後世界を舞台に、その生涯を宗教活動に捧げた。1948年、戦後の日本人として、初めて海外渡航の許可を受け、国際会議に出席。当時のイギリス国王・ジョージ六世に、昭和天皇のメッセージを手渡すなど、日本と世界との外交関係が立たれていた中で、 民間大使として貢献した人物。遠隔説の主要な出展は公式サイト。1963年、1968年4月8代、学院大学開学、経済学部経済学科。1969年鳥取県に、八代学院大戦野外活動センター設置。1992年八大学院大学から、神戸国際大学に、 八代学院高等学校を神戸国際大学附属高等学校に改称。1995年神戸国際大学経済学部に都市文化経済学科を設置。2002年キャンパスを樽見区から東名田区六甲アイランドへ移転。2008年神戸国際大学経済学部の経済学科を経済経営学科に都市文化経済学科を都市環境。 観光学科に改称2009年神戸国際大学経済学部に国際別科を設置。リハビリテーション学部理学療法学科を設置。神戸国際学園の経営母体である学校法人八代学院は日本聖光会神戸教区に属する。兵庫県神戸市東灘区向きを町中9丁目1番6号。JR 住吉駅もしくは、 阪神電車宇崎駅から六甲ライナーを利用し六甲アイランド内のマリンパーク駅から徒歩3分の位置でマリンパークに接している。なお、キャンパスは上空から見ると日本列島の形に構成されている。六甲アイランド移転を契機として都市問題を扱う研究、教育に力を入れており、教員も都市問題関係の人材を集めている。また、 キリスト教系でもあり、英語教育に力を入れ、ネイティブスピーカー教員の登用や、海外研修にも力を入れている。シンボルマークは、国際都市、神戸からイメージされるコンパスと怒りをモチーフとして中央に十字架をデザインしています。また、コンパスの形は、学業のペニや鉛筆の形も暗示させています。全体の形は安定のある正三角形を基本とし、 上昇する、形、未来への思考を感じさせるデザインとなっています。また2色のブルーカラーは、海、地勢と、空、若さの青さを表現しています。ロゴマークは、世界をイメージさせる地球をモチーフに、左下から流れている波はこれまで、国際教育を掲げ教育界の海原を進んできた50年を、右上へ吹き抜けていく海風は、広い世界へ繋がっていくこれからの50年を、 表しています選抜クラスで事前に選抜試験が必要。上記の組織の他に、経済学部に国際別科を有する。学内に設けられた研究機関。神戸国際大学経済文化研究所総称、発行。学生に対する国際交流。旭川大学、金沢清涼大学との単位互換制度や、 学外への障害教育制度のサポートを行っている。学生会、サッカー部、バレーボール部、公式野球部、ハンドボール部、陸上競技部、バスケットボール部、フットサル部、ダンス部。DPLS、デーブルス、日本文化部、写真部、公式テニス部、軽音楽部、漫画研究部、QRB、バスケットボール、バスケントン、バスケットボールバドミントン、 QMC、モーターサイクルクラブ、テコンドーサークル、Q 留学コミュニケーションサークル、ボランティアサークル、トリニティ大学、フィリピン、クイーンズランド工科大学、オーストラリア、セントマーティンズ大学、アメリカ、ソ州大学、中国、グリフィス大学、アイルランド、オスロメトロポリタン大学、ノルウェー、イースタンアジア大学、タイ、ホーチミン市外国語情報技術大学、ベトナム、 コーチミンテクノロジー大学、ベトナム、名神技術大学、台湾、アメリカ、カナダ、アイルランド、イギリス、フランス、ノルウェー、オーストラリア、ニュージーランド、中国、韓国、フィリピン、ベトナム、タイ、台湾、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。